坂出ライオンズクラブと坂出白鵬ライオンズクラブ、坂出シニアライオンズクラブが合同で開催している平和ポスター展が10月1日から市民ギャラリーかもめを会場に始まりました。平和ポスター展は社会奉仕団体ライオンズクラブ国際協会が世界平和の気持ちを独創的に表現し、そのビジョンを世界に伝える機会を子どもたちに与えるため1988年から行っている平和ポスターコンテストの一環です。今回のテーマは平和の道のりです。11歳から13歳の子どもを対象に作品を募集。会場には東部小学校、林田小学校、附属坂出中学校の児童生徒の作品合わせて66点が展示されています。会長賞に選ばれた作品について各ライオンズクラブ会長にお話を伺いました。坂出白鵬ライオンズクラブですが、うちは例会の時にね、出席した人にここに赤いシールを貼ってもらうんですよ。で、一番多かったのはこれなんです。まあ、やっぱり雰囲気が非常に明るくてね、はっきりしているというので多分選ばれたと思います。坂出ライオンズですけども、これはもう、会長賞ということで、会長の私の独断で選ばせていただきました。色使いとか構図が大変しっかりしているのでポスターとしてはいいのかなと思って、そういうふうな理由で選ばせてもらいました。以上です。坂出シニアのクラークでございます。会長賞を選んだというより東部小学校から14の作品が上がりました。でその中で、一番メリハリ聞いて訴えるもの、平和への道のりという題名に沿った僕の感覚で選ばせてもらいました。市民ギャラリーかもめで今日から9日午後3時まで平和ポスター展を開いております。坂出附属中学1年生14作品、坂出林田小学校38作品、坂出東部小学校14作品から選びました。おじいちゃんおばあちゃん見に来てください。We serve all!